俺らの戦いだった本当はね。これはもういいの太郎さん、そこ操作してる。スタート誰が言うんだ。あ、お願いします。70m だった疑惑ある。 70m がやったやったよ。で村くんが言うには100あるって。いやね、でも早すぎ。絶対違うでしょ。100ないから。あ、疲れた。謎だな。100ガチで走ると太ももが痛いね。支柱抜いちゃったよ、ちょっとなんか俺も抜いちゃった。ありがとう。はい、やるんだこれ。はいや、はいや。あ、でも村君と俺は同じぐらいや。はいや。何秒だった？10.46 と 11.58。 これが10メートル、100メートルだったらね。これが何メートルか、ちゃんと。多分90です。90なんだ。いいですよね。そうですね、スタート位置がもうちょっと手前なんですよ。10秒覚えないでしょ。ね、早すぎる。いや、そのもんじゃない。だって、ちゃんとしたら11秒、12秒ぐらいってことでしょ。12秒ぐらいってことでしょ。スタートも違うんですよ。スタートも曲がり始めからなんだ。あ、そっか。お疲れっす。お疲れした。ちょっとみんな待って、ちょっと待ってよ。え、なんか。みんな一つ種目忘れてない？何？これだよ。あ、それ。反復横跳び。やんの？じゃそれやったら僕カッツーと村くん引き返して1位になる。マジで？勝てる？1位になれる？ちょっと。行ったね。やりましょう。じゃあやりましょう。最後に反復横跳び。イエーイ。やりましょう。やりましょう。あ、それ反復横跳び。反復横跳び。反復横跳び。痛いんだよな、もう。同じく。いきますよ。はい、よーい、ドン。あ、いった、無理だ。10秒。また10秒。はい、5、4、3、2、1、ふぅー、何すごいな。大浦くん43。ここね、1位がカッツーです。2位が村さん。もうね、1位と2位はもうずっとこの人たちだったんだけど、でも3位の人が、100m 走、70m、実質 70m 走みたいな感じだけど、それで意外とね、持ち、直して、小原くんが3位です。コロンビア。小原くんがね、
意外と村さんを抜いてね、100メートル走、70メートル走、そこで点数をこうもちょっとね持ち直したみたいな。で、4位が誰だと思うみんな？立ち前さん。立ち前さん。そう、立ち前。おー、高飛びも飛んだしね。確かに。高飛びめっちゃ綺麗やった。魚雷。魚雷。器用だね。人間魚雷。魚雷。5位が同率で俺とトリスさんです。ラスボス、めっちゃごめんなさい、意外と一緒ぐらいだった。一緒ぐらいでーす。マジマンジー、マジマンジー、マジマンジー。5位同率でだから6位がいなくて、7位が畑野さん。デブはあかん、デブはあかん、やせよ。でも人権ないからな、ね、マジ人権ない。で8位が2種目しかやってないけど藤沢さんです。で最後がもこちゃんです。かわいいでしょ、かわいいでしょ、かわいいでしょ、かわいいわ。解禁賞で、解禁賞ね、よく小山と思ったね。名古屋からで、わざわざなんで小山と思ったの。ダメだ、隣のコーチの声に全部負けてる、隣のコーチに全部負けてる声が。コーチの指導がね全部入ってる。楽しかったです、ね、楽しかったね、楽しかった。久々に体動かしたらもう太ももが痛えわ。いや本当に 70m 走りきれないよ。僕左肩外れました。肩外れた。肩外れた。膝ひねったとか。膝。肩普通に故障したわ。いろんな痛みが一つ。意外とみんなが結構飛ぶからびっくりした。なんていうの。飛ぶやつ。走り高跳び。あれすごかったな。写真共有しましょう、どっかで。あ、共有しよう。じゃあ LINE でも交換しておしまいしましょうか。はい。はい。ということで、エアロビ日本代表は思ったほど。足も速くなかったという結果になりました。デブでも勝てる。デブでも勝てる。デブ勝ったんだっていうことなんで、多分これ YouTube にするんで。はい、じゃあまた、ごめん、変なとこでノート挟んじゃった。またね、バイバーイ。またね。